はい皆さん毎度毎度継続できる痛ませなないがキーワーーーワドサスティナブルブブルリリチチをを極極めめる継続可能あこういうね継続可能なブリーチねなんか新しいやり方でもあるのかなと思ってね若い子なんか飛びつくよねもうおじさんおばさんになるとねブリーチやって痛まねえわけがないと継続可能なっつったって一度ブリーチしたとこにもう一回ブリーチすればね必ず痛みってのは進行するからね。 だけど何か新しいやり方でも書いてあるのかなってね思うよね雑誌が取り上げてるとねこれ中あんまり見てないけどちょっと見たところまあ科学的に SS 結合がどうのこうのとかまあ難しいこと書いてあるけど割れた爪だと思えばね痛むってのは割れた爪と一緒だよね爪はアロンアルファでくっつくかもしれないけど髪の毛はね科学的にねアルカリに傾いたやつを3人一時的にやってもね んどうなんだろうってなるよねブリーチした髪の毛って経年劣化が激しいよね1ヶ月後3ヶ月後半年後1年後あまあシャンプーしてコンディショナーやるんだけどやっぱねなんかシャンプーで摩擦とかなんだかんだでうゆうゆうどんどんなんか悪くなるような気がするよねまあ基本継続可能なブリーチ サスティナブルブリーチを考えてた場合黒い髪の毛だけブリーチしてもうすでにブリーチしたところはもう触らないっていうのまあこうやって見ると雑誌もさつらい立場にあるよね。やっぱりネタをさ考えて出さないとさ購、うん、読者が飽きちゃうだけど結局読むとねあまりなんか痛まないブリーチ用っていうのがないわけだからさそれをどうするって ってね、痛ませないがキーワードったってもうそのコツだけ書いちゃったらもう終わりだからね後がないよね。まあ内側のブリーチをたまにやるけど分かってることっつったらとりあえずブリーチは小袋で買う。 1>, 1週間に2人も3人もさ来て毎日ブリーチやってるようなお店は 500g とかさあのバケツみたいので買ってもいいけどたまにしかやらないお店は小袋入りを買わないと湿気で悪くなってやっぱり落ちるのがブリーチ力が下がるからねやっぱり分かってることっつったらやっぱり小袋入りうちらみたいなたまにしかやらないお店はねあとたっぷり塗ることね <laughs> 毛染めの3倍塗るぐらいの気持ちで塗るぐらいだよね。 あとチェックは必ずしててムラがああっったら塗り足すってこととだよねあとブリーチ剤そのものは1時間ぐらい効力があったと思ったからねあのしっかり抜こうと思ったら1時間ぐらい平気で放置するっていうのそのぐらいはなんかうちが分かってるコツかねまあブリーチねあ,ーあんまりやらない方がいいよね痛むからねで慣れてない仕事は失敗するからねどんなにお金を高くもらってもねあ、はいいお疲れ様でした。